日本三重県戸橋屋内町屋内町は三重県戸橋の町。山林を切り開いた新興住宅地である。住民基本台帳に基づく2019年12月31日。現在の人口は341人。2015年10月1日。現在の面積は0.083304276平方キロメートル。郵便番号は517-0013である。 戸橋の北西部に位置する。町内はほぼ住宅地からなり、町名制定前は、県人町の一部で、黒田団地及び、県人団地と通称していた。一部地域が、第一種低層住居専用地域及び、第一種中高層住居専用地域に指定されている。住居表示実施地域である。北から東にかけては、池上町、東から南、西、北にかけては、 県人町と接する。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。開発前の賭場町県人屋内町に相当する地域に宅地はなく高地である。出展、アメリカ軍1964年より県人団地として開発が始まり、同時期に黒田団地の開発も始まった。1967年9月1日。 県人団地の大部分が独立し池上町が成立した。これに遅れること7年後、1974年11月1日に黒田団地及び型紙団地の一部を県人町から分離し、屋内町が成立した。同時に住居表示が実施された。また同時に池上町の範囲が拡張されている。屋内町発足時の人口は224人であった。 総数、世帯数、人口、町名の制定前は黒田団地と通称されていた。新町名制定にあたり、新町域の大部分が県人町の商事屋内谷であったことにちなみ、屋内町と命名された。2015年の国勢調査による15歳以上の就業者数は184人で、第一次産業が0人、第二次産業が40人。 第三次産業が144人となっており、産業別では多い順に卸売業、小売業、製造業、宿泊業、飲食サービス業、医療、福祉、サービス業、他に分類されないものの順になる。2014年の経済センサスによると、屋内庁の全事業所数は9事業所、従業者数は40人である。具体的には建設業が三。 小売業が2、不動産賃貸業、管理業、専門サービス業、娯楽業、廃棄物処理業が各1事業所となっている。全旧事業所のうち5事業所が従業員4人以下の小規模事業所である。屋内町に鉄道は通っておらず、最寄り駅は近鉄近鉄鳥羽線池の裏駅である。同駅から屋内町まで徒歩で7の10分程度かかり、 カモメバスと場小学校石鏡、港線で結ばれている。2020年現在、池上町にはカモメバスが乗り入れており、屋内町バス停がある。ありがとうございます。